なんか僕はその女性の役とかその女性っぽい役をやるときにどうしたらいいですかっていう質問をさせていただいたときに教えていただいたんですけど、ブラをつけるっていう、ジュンジュン何言ってんの。そんでつけたことないのって同時に逆にマスターと福山さんから言われまして、いや俺もジュン君もいやそれはあるよ芝居とかで何だって、じゃ聞いてください、あのブラはあります、あこれないのでしょ、やっぱり、あそう僕が間違ってたんです、したらちょっと、はい、あの経験してきたんでしょ、そうですね、あの、嘘この数十分俺知らないで会話していた、え、あ何、あ 今も経験中、今もはい経験中今も経験中、はい、そしてなんだこの絵、うん、あここ何見せたらいいですかね、何これ、これはあの汗取り、そうですね、あのインナーを、インナーこういうなんかこうスポーツ的な、これ大丈夫ですかね、あこれがそうなの、これがはい、あのあほあ気持ち悪い気持ち悪い実際にあの店舗に行ってあの購入してまいりました、いつ、今日、今日ほやほや、はい、なんな、あそう、えなんて言ってか、その本当にそのバカにしてない、ちょっとしまってもらって、すげえ気になっちゃう、すいません、すいませんね、なんかこう大前提として多分店員さんはそのプレゼント用で買われるのかなっていうふうに、そりゃそうですよ、思ってらっしゃったんですけど、贈答用ですかって言われて違います、もう正直に言おうと思って違います、もうあの自らつけますって言って、あのであのでまあなんかなんとなくこうふわりさせてくださって、そのまあいろんな方いらっしゃいますから、あの気使われたんですね、はい、結構なんかがたいのいい方とかも、あの女装されてる方もいらっしゃいますし、お兄さん爽やかだからきっと大丈夫ですって、きっと大丈夫ですと、はい、でもあの僕初めてなので、その何からつけていいかわからないっていうふうにその質問をあのしたところ、その多分そのまだこうつけるっていう感覚がその多分ブカブカしちゃったり、その自分でなんかいろんなものを入れたりすると多分恥ずかしいと思うので、まずそのしっかり密着したのだからスポーツブラなんだ、初めてのブラはスポーツブラってことなの、 A 組は B 組よりずっと優秀なはずなのに、あれれれれれ